今回はシャウエッセンで簡単油そばを作るわよ。レンジで丼で作れるからお手軽なんだぜ。損するなみょん。それじゃあ今回はネットで気になった料理を作っていくわよ。使うメインの材料はこちらなんだぜ。日本ハムのシャウエッセンよ。多分日本で一番有名なソーセージじゃないかな。この後ちょっとシャウエッセンの解説に入るんだけど、概要欄にチャプターも作ってみたから材料紹介や調理に飛ぶのもありみょんね。それにレシピも日本ハムのホームページので作ってるから、それも概要欄に貼っておくみょんね。ほらそこ暇になったからってカバディしない。成田に至ってはカルディじゃねえか。カッパエビせん美味しいしね。それはカルディ。さてそんなシャウエッセンだけど、全然そんなって流れじゃないからな。それまでスーパーなんかで買えたのは皮なしウインナーや赤ウインナー、それに黄ウインナーに青ウインナーに緑ウインナーに桃ウインナー。そんなのねえよ。戦隊ものじゃないのよ。戦隊名乗るならキャッチコピーくらい合わせろよ。こいつに至ってはウインナーのキャッチコピーですらねえな。それはさておきスーパーなんかで買えたのは皮なしウインナーや赤ウインナーだけだったところに、本格的なウインナーソーセージとしてシャウエッセンが販売された時は衝撃的だったらしいわ。それこそやめられない止まらないなんだぜ。立派なエビはもういいっての。またシャウエッセンはそれまで焼くのが日本で主流だったウインナーを茹でて食べることを広めた商品でもあるのよ。確かに昔見た CM で茹でたシャウエッセンをパリッと食べるの見て、めちゃくちゃ食べたくなった記憶があるんだぜ。そうそう、美味なるものには音があるってキャッチフレーズにもあるように、心地よい音がすることが特徴になってるのよね。そう、耳を澄ませば聞こえてくるんだぜ。何もしてないのに聞こえてたまるか。ってめっちゃ聞こえてきてる。そもそも音とは言わないでしょ。美味なるものとか音という。やかましいわ。そんなシャウエッセンを使った混ぜそばの材料紹介みょーん。シャウエッセン、茹で中華麺、鶏ガラスープの素、青ネギ、醤油、ごま油、生姜チューブ、ニンニクチューブよ。材料シンプルだな。そうね。でも意外にも癖物だったのが茹で中華麺ね。別に臭くないんだぜ。癖物じゃないのよ。焼きそば用の蒸し中華麺とか生中華麺は売ってるんだけど、茹で中華麺ってなかなか売ってないのよね。茹で麺のそばとかうどんはよく売ってるの見かけるのにな。仕方ないから近所のスーパーから偉大なる航路のラフテルまで探しに行ったのに、なかったのよね。あの日でこの世の全てを置いてきたって言ってたのに、さすがに海賊王も中華麺を求めてくる奴がいるとは思ってないだろ。仕方ないから流水で食べる冷やし中華から麺を拝借したわ。あれ茹で麺なんだな。袋の裏に書いてあったしね。材料も揃ったわよ。私の頭もパリジュワなんだぜ。どういうこと？それじゃあ調理開始みょーん。まずは中華麺をチンする前に和えるスープよ。水 50ml に鶏ガラスープの素小さじ1杯を入れて混ぜておくぜ。煮たなのか。次は麺をチンした後に和えるタレなんだぜ。醤油小さじ2杯、ごま油小さじ1杯半、ニンニクチューブ1センチに、生姜チューブ1センチよ。なんだか容器の関係でニンニクより太い気がするけど誤射よ誤射。あれを言うなら誤射でしょ。誤射でも合ってる。で刺さっとる。そしたら混ぜておくわよ。うわー。それじゃあネギを切るね。最後にかけるものだから好みの細かさで OK だよ。よし、ここは私が。切り終わったみょん。しょぼーん。お次は耐熱容器に茹で中華麺を入れて、最初に混ぜた鶏ガラスープをかけて麺をよくほぐすわよ。そしたらふんわりラップをして 500W で1分チンね。そうしたらここについにシャウエッちゃんを。誰なの？タイルだーん。またふんわりラップをしてレンジでチンなんだけど、公式サイトの30秒だとあんまり温まらなかったから、合わせて1分やったものが、こちらです。そしたらシャウエッセンを一回パイルダーオフして、さっきのタレをかけて混ぜ、シャウエッセン、ネギをかけたら完成よ。うわー、ネギの時の用務といい、私の出番を取りやがってこうなったら転職してやる。最近広告でよく見るここだぜ。ヘアブリーチ。すごいなヘアブリーチ。ヘアどころじゃないんですけど間違えたー。確か。脳天リーチ。何もすごくねえな脳天リーチ。あーはいじゃねえか。とかなんとかやっているうちに、出来上がりー。なんかレンズの右下に水ついてないか？あ、本当だね。なんだろう。調理してて跳ねたみたいだけど服の面倒で、そこは不定形動画投稿者。それじゃあ、いただきます。意味なるものには音がある。味の感想を言いなさいよ。油そばはすごいシンプルで必要最低限って味ね。ちょっと物足りなさも感じるんだけど、シャウエッセンをかじってから食べると、シャウエッセンのジューシーさや旨味でちょうど良い感じになるわね。まさにシャウエッセンを生かすための油そばってことみょんね。それにしてもマリサいつまで驚きの白さなのよ。現在かな。確かにそろそろフルカラーエキゾチックパーフェクトアルティメット完璧マリサちゃんに戻るんだぜ。戻る通り越してんだけど、ハートレスじゃないこれ？